第1回、男たちは出会った。草原が燃えていた。火は広がらず、一筋の煙を上げていた。煙が近づいてくる。火と見えたのは土煙だった。馬が見えた。男たちが姿を現した。いたぞ、馬泥棒たちだ。早い。この男、たった4日で馬泥棒を見つけてしまった。初めからただもんじゃないと思ったが、だが馬泥棒たちはざっと80騎、こちらは26騎。果たして馬を取り返せるか。手はず通りだ。かかれ。26騎の手が駆け出した。と、盗まれた600頭の馬が走り始める。その後賊たちが続く。追っ手が2つに分かれた。挟むように賊の両側に回った。土煙、襲いかかった。瞬く間に賊は蹴散らされていった。よし、5、60人は追い散らしたな。はい、切り落とした者は17人。味方は全員無事。かすり傷を負った者もおりません。みんなよくやった。にわか集めの26機で3倍近くの盗っ人たちをやっつけた。やるもんだ。しかし俺が小屋敷のことでこの男に惹かれるはずはない。この男には何かある。ではこれから取り返した馬を返しに新都へ向かう。新都までおよそ20里。2日後に持ち主に馬を渡す。おい、ちょっと待てよ。ん？待てって。なんだ。なんとまあ、600頭の馬を手に入れたんだぜ。黙って返す手やねえよ。俺たちで売っ払って金を山分けしようぜ。そうだそうだ。急いで人を集めるとクズが混じるもんだ。6人固まったか。どうしってわけだ。こいつらをどう料理する。馬を取り返して新都まで運ぶ。そういう約束だったぞ。そりゃな、小金くれたから一応はついてきたけどさ。だけど本当に取り返せるなんて誰一人思ってなかったぜ。それがさ、まったく運が良かったよ。こんな運をただ逃す手はねえじゃねえか。新都へ馬を返しに行けば礼金が出る。さらに信用という金では買えんものも手に入る。けっ、あんたよ、頑固すぎんじゃねえか。え、少しみんなのことも考えろよ。ならばお前たちは去れ。私らは男だ。男は命に代えても真偽は守る。何が真偽だ、こんな世の中で。じゃあどうしても山分けはしねえって言うんだな。待った、ちょっと待った。俺も聞きたいことがあるんだ。張飛のやつ、いいところで出しゃばりよって。おお、さっき見事な働きをした人だな。あんた600頭の馬を2日で新都へ届けるって言ったな。山賊たちが待っていると聞いてもだ。うまくやる心づもりはあるのか。生産はある。しかし必ずうまくいくと断言はできないかな。それでもやろうっていうのかい。やる。本気なのかあんた。言葉に気をつけろ。
私は行くと言っている。男に二言はない。これは面白いや。無茶だよ。無茶だ、無茶。うるさい。カエルみたいにケラケラ笑うな。お前らどっか行っちまえ。なんだと。この野郎、味方のふりしやがってとんでもねえやつだ。お、てめえ生ずるいこと考えてやがんな。俺たちを外した上で馬を山分けする気だろう。うれえもの、くだらんこと言うとしょっちゅうぞ。 なんだよ、追っ払おったってそうはいっか。俺たちは絶対に動かねえからな。貴様だ。しょうがない、俺の出番だ。おい、お前たち、いたけりゃいてもいいぞ。なんだよ、お前は。兄貴。だが、馬は新都へ運ぶ。何？てめえも来るか、畜生。偉そうなひげ生やしやがって。よいか、俺たちは馬を取り返して新都へ運ぶ仕事でこの人に雇われたんだ。わずかだが銭ももらってる。従って俺は最後まで仕事をしようと思う。命を払ってるのか、あれっぽっちの銭。あれっぽっちでももらったのだ。仕事を引き受けたのだ。引き受けた以上最後までやる、それが男ではないのか。それに今のところこの人のやり方はうまくいってると思うぞ。だからそれは運が良かっただけだって。盗賊にかけちゃせっかくの運も尽きるぜ。運だと？たわけもの、一緒に戦ってわからなかったのか。この人は地形をよく知っていた。馬の扱いのうまい者も連れていた。何よりもこの人には策があった。俺はこの人と馬を新都まで運ぶ。あんたアホか。新都へ帰る途中で本当に200人の賊が待ち構えてんだぞ。まだ死の子の抜かすか、こいつ。おめえも殺されてるのか、アホ。首ねじ切ってやる。いや、やめろ。どうするし。出て行け。もういないか、バカの仲間。なんだ、逃げたな、たったの4人か。お二人ともお礼を言わせてもらう。いや、ありがたかった。私は姓は龍、名は美、あざ名は玄徳というもの。関羽、あざ名は雲長。張飛、あざ名は翼徳。君たちのおかげで事なきを得た。助かったよ。ああ、礼を言うのは早い。俺たちはさ、もう少しあんたの手並みを見てみたいだけなんだ。そうだろ、兄貴。私の手並みを見てみたい？あんたは、宅建で私たちに声をかけたとき、おいしい話で釣ろうとはしなかった。まあ、今までの采配ぶりもそう悪くなかったしな。だからもう少しあんたの器量を見せてもらおうって寸法なんだよ。あんたが私らの考えているような人じゃないと分かったら、黙って消えるつもりだ。そうか。ならば私も君たちを思うように使うことにするか。それでいいんだな。おお、使いこなしてもらおうか。馬600頭を扱うより難しいかもしれないぜ。よかろう。馬の群れの先頭に6名がつく。君たちは中軍だ、私と一緒だ。後方には1名、後期というものがつく。待てよ、しんがりにあの男たった一人だって。そいつはちょっと危ないんじゃないか。よせ張飛、この人の決めることだ。失敗も成功もこの人のもんだ。みんな、日が落ちるまでかけ続けるぞ。今夜は水しかない、明日は水もない。新都まで耐え続けてもらう。では出発だ。新都の北八里までは何事もなかった。八重をする。先頭の6人以外はすぐ眠れ。後期たちはこっちへ。劉備殿は直属の6名を2名ずつに分け、順番に石膏に出す手はずをした。油断がない。
明け方近く、3番目に出した石膏の2人が戻ってきた。盗賊が待ち伏せしております。その数200。やはり賊はいた。600頭の馬を狙って待ち構えていた。劉備殿は賊の大部隊をどうあしらってくれるか。